前回パートのおさらい、ブレシア島の石板集めをしました。お花見がありました。料理代、薬学代、家事場、装飾代を買いました。ブレシア島のボス、オクトパイレーツを倒し、集めた石板をバレットに渡しました。っていうところで次のパートをやっていきます。はい、かたみきちゃんです。27回目のルーンファクトリー2やっていきたいと思います。今回はまたね、ターニャさんの依頼をやりながら、あと掲示板に出てる依頼もやりながら、火事で農具強くしたり武器も作っていきたいなって思います。まず依頼はちょっと増えてるので、これやっていきます。これってできるやつ？ロザリンドのやつ。なんかロザリンドの依頼って確かすごい難しいやつがあった気がする。掲示板見ました。はいはい、鮭を調達してくれるかしら。1万ゴールドは嬉しいけど、ちょっと鮭多分秋行かなきゃいけないから取れたらにしろ、やっぱちょっと難しい。あのまだ怖いんで秋の山頂行くの絶対怖いのでやっぱダメだ。鮭マックス高額保証。はい、要件を話そう。家業とは別に個人的に開発した鋼素材の強度測定に付き合ってくれ。はい、その計測方法について説明しよう。ここに僕の鋼素材で形成した板がある。これを君の剣で叩き、破損の度合いからその強度を計測する。僕が記録係で君が実験を行う係だ。はい、君はタッチペンを使い構え、あ、剣を構え、この板を連続して叩いてくれメタ発言。可能な限り連続して叩くように。やり方は理解できたかな。はい、タッチ。なになに、あ、いいの今できてた強度は8か。表面がボロボロとは失敗かありがとう。マックスもすごいよね、こういうの作れてね。それでは報酬の1万5000ゴールドだ。受け取ってくれたまえ。さすが高額保証。リーン、でもこれも小魚釣ってきて系かも。ケジラミだよ。はい、来ました。お願いっていうのは、僕嫌いなものがあるんだけど、それを克服しなきゃダメって思ったの。それで居場所を釣ってきてほしいんだけど、できる？そっか、偉いね、嫌いなもの克服するなんて。私が持ってきてあげるね。ありがとう。イワシはブレシア島で釣れると思う。よろしくね。オッケー。よし、じゃあイワシを釣っていきたい。あ、そうだ、あとコメントでいただいたんですけど、魔法書ね、魔法書1個キュアが病院にあるんじゃないかなって教えてもらったんで、それを回収したい。だからそもそもそれ以外の魔法書も回収していかなきゃなと思って。お、無数来た。アリアじゃない、アリアちゃんなの。本当ですよ何してるの。お、2冊もゲット。ブーも読書好き、多分魔法書だと思うのよ。それなら持って行っていいわよ。いいのアリアなら上手に魔法を使えるだろうしね。アリアちゃん上手なの。二人ともありがとう。やった、あ、やった、これ嬉しい。いいね、またね。なので、これを集めていきたいな。この辺違う。お、虫眼鏡取ったいいね、やった。この辺とか、きたきたきた、魔法書ゲット。オッケー、きた、ソニックウィンド。これで火、水、風、土、オッケー。あと光と闇は道場の報酬なので、今回も道場を試して光と闇の攻撃の魔法書も入手できたらいいな。これ使えないかな、一回渡してみよう。これ最後のページかな。
しが。お、やった、やった、直しちゃうからお願いします。やったね、レベルアップ。次、メディケーション、いいね。これで封印以外はいける感じかな。やったー、これでレベルが上がって赤くなるんだよね。 HP150 は回復、毒と麻痺が回復。これは嬉しい。いいね、一発最高。イワシ持ってきたよ、どうぞ。てかあれだね、リーンってさ、バレットとかサケが好きだし、ドロシーはイワナ好きなんだけど、その息子のリー君は魚苦手なんだね。我慢して食べよっかな。うわ、見ただけでクラクラするダメだ頑張るね。それじゃあ親あげないとね、はい、受け取ってよケーキ。母ちゃんにちょっと言ってほしいことがあるんだ。入った掲示板だよ。うん、オイラの母ちゃんを説得してもらいたいんだよ。今度は何を。どうしても武器屋を継がせたいみたいでさ、でもオイラまだ将来のことなんて考えたくないんだよね。は、うるさくて困ってるんだ。母ちゃんにオイラはまだ武器屋で継ぐ気はないってはっきりと言ってきてもらえないかな。そっか、ロイも大変なんだね。分かったわ、私が言ってきてあげるねロイとさ、アリアちゃん何歳差が何歳差なんですかって感じなんですけど、アリアちゃん大人だな。ロイから言ってほしいって言われたんだけどね、まだ武器を継ぐ気はないんだって、単刀直入ロイったらそんなこと言ってたのね、ちょっとしつこすぎたかしらね。カットはアリア、そのうち気が変わるかもしれないし、今はそっとしておくわね。ロイにそう伝えてあげて。はーい、代わりにあなた武器屋やってみる気ないいつでも関係よ私は遠慮しときます。あら残念、それじゃあ失礼しますね。はい、行ってきた。それで母ちゃんなんて言ってた。そっとしとくってさ。そっか、助かってよアリア。アリアにお礼しないとね、受け取ってくれよ。やっと、またこれも強化使えるんじゃない。早速ソニックウィンドウ、いいね。高度なやつは使えるみたいなので、またやっていきます。先生からの話、ちょっと使い、はい、掲示板、これをバレット先生に届けてくれ。 OK、 小さな結晶、わ、小さな結晶欲しいお願いします。アリアが持ってきてくれたのか、オルファスのやつ途中で面倒くさくなったか本当にすぐそこにいたのに。今度はちゃんと自分で持ってこいと言っておいてくれ。はい、はい、届けた。バレット先生が今度は自分で持ってきてって言ってたわよ。うるさい、俺の勝手だ。俺はそんなに暇じゃないしお礼をあげる、受け取れ100ゴールド。よし、おー、よし、してきた、できた。 OK、 レベルが上がった。次はジェイク、剣の材料が足らん。はい、なんだ人間の子供カイルの子供と呼んでください掲示板の話で来ました。うん、掲示板の話か。それじゃあ説明してやろう。剣を作るための材料が不足しているんだ。それで材料となる鉱石が欲しい。鉄を取ってきてもらいたい。 OK、 材料がないのでは話になら。任せたぞ人間の子供。はい、どうぞ。よくやった人間の子供、これで仕事が進むぞ。それじゃあ報酬をやろう。ウィンドソード、お、いいね、ありがとうございます。これはいいぞ、助かったぞ人間の子供。
1段階上がったかな、うん、とりあえずねチャージ1まで来たんですけど、まだいけると思うんで、9はまだいけるので、もう1段階やればあのカイル君に近づきます。カイルレベルになりたい。金が必要になってくるんだね。じゃあシルバーハンマーからやろうかな。シルバーハンマーからいきます。37、まあ、ギリギリいけるでしょう。鉄、あんまりシルバーハンマーだけど銀使わないんでいいんだね。37は難しいな。ちょっと HP がやばいので回復するまで待ち、お風呂待ちしたいと思います。その前にターニャさんを開けておこうと思う。次確かね夜行性のデスストーカーなんで、受けるだけ受けときます。デスストーカーを10匹。こいつはちょっとやばいわよ。あれは甲虫っていうのかしら。夜浜辺にいるのをよく見かけるわ。備えあればなんとやら。準備は万端にね、頑張ってね。毒回復できるようになってるから大丈夫でしょう。もうできた、やった、素晴らしい。これであの銀とかの採掘が効率よくできたらいいなと思います。倒したんで、ま、採掘だけして帰ります。銀いいね、よし。結構銀とか集まった気がするんで、また明日はこれで農業なレベル2くらいまでいけたらいいな。いいねいいね、最高。素晴らしい。やったー、いいよすごい、めっちゃ順調。これは鉄が足りないかな。また、まずデスストーカーを倒しました。はい、毒死にかけなかった大丈夫でした。1000ゴールド。島のモンスターって倒しても倒しても相変わらず減らないわよね。来年の夏は浜辺で海水浴してください。武器がまたいいね、これ13万。買う、いいやん。プラチナソード使える、買います。いいよねこれも、買います。素晴らしい、装備しよう。もう武器はなんなら買うのでこと足りというような気がしてきた。イグニスも夜じゃん夜じゃん。はい、やるよ、毎日やります。水属性の武器が効果的よと。はい、いいね、水の入る量増えたよ、最高。やったー。ということで、まずは農具系統がチャージ2までできるようになったので、ひとまず置いていて、次は農具作りたいかな。よし、10匹、はい、はい、イグニス倒しました。はい、なっていく。わっ、来たよ。飯の谷での試練を始めるわよ、楽しみね。より高みを目指したいならブレシア島の特別コースも用意しておくわ。これからも頑張りましょうね。来た来た、ブレシア島。でももうちょっと特別コースやっていこうかな。やったー。ハンマートロルとゴブリン、これ普通に日中だね、いいよ、やります。
そうです。その顔は。ハンマートロルを10匹。本当ハンマートロル結構嫌なんですよね。本当に。ピヨピヨ攻撃、スタンピヨらせてくるからさ。で、ちゃんとしたタイミングでやらないとひるまないし。よし10匹 OK。倒せました。チビさんあんなにでかいのをね、すごいわ。報酬を受け取りなさい。イエーイ。もっと上げていきます。 OK。 あと体力ちょっとあるので道場にも挑戦したいと思います。はい、道場道場行きます。2回目かな。6匹との戦い、少しモンスターが強くなっているのをチャレンジします。はい、いいね、倒せそう。やっぱあれかな、ダンジョン1個につき1道場くらいのペースでいいかな。今回報酬が欲しい。あと3匹。でもあれかも、ブレシア島より攻撃力高い気がする。どうせかな。OK。 やったー、クリアクリア。褒美、ライフドレインとシャイン。OK。 はい、これでね、魔法書がひとまずレベル1っていうか強化前のやつがこれで揃ったと思うんで、ライフドレインは闇属性、ね、シャインは光と、今回ね魔法書いい感じに揃いました。やった。ゴブリンがあれね、ブラッドパンサーって夜じゃん。まあいいや、このブラッドパンサー夜やります。もうちょっと特別コースやります。試練試練、楽しそう。はい、夜でしょ。はい、じゃあせっかく鉄も集めたんで、ブロードソード買ってスティールソード作って、一応家事スキルをね、なんとかもうちょっと上げるくらいはやりたいな。よし、でこれを強化して、ちょっと19か、全然ダメそうだけど、強化しながらスキルレベル上がらないかなとやっていきたいと思います。お、いいねいいね。19だったけど、まさかの一発だった。そう、これやっててなったんですけど、ツールはね、失敗でも 100% もメーターいってくれるんだなって改めて感じました。へえと思って、そんなことは忘れてました。これ私どうやって家事のスキルとか上げてたのか全然覚えてない。これでいいのかなって思いながらやってます。あと全然上がるね、どんどん上がるよ。とりあえず鉄さえたくさんあればこれでいいのかな。え、でも結構あれだね、これに近づいてる。プラチナソードよりスチールソードの方が強いのできるかもしれない。これだとこのペースでいくと、ほらレベル5でこれと同等なんでね、いいじゃん。これ使えるぞ。じゃこれでなんならレベル10まで上げよう。よしよし、レベル10になったんだけど、攻撃力39だからさ、めっちゃ強いじゃん。プラチナソードいらないんだけど、これで戦っていきたいと思います。いいね、
こんな上がるんだ。強化で。強化めっちゃいいじゃん。スキルも上がるし、攻撃力もめっちゃ上がる。まあでもあれかも、ブロンズシールドも買ってそれを強化していけば、まずこれを作って、で強化してみたいと思います。めっちゃ強くない？このめっちゃこの剣強いよ。ダメージ50とか入るもん。はい、倒しました。うん、じゃあもうね、これで、はい、次2なんでね、ひとまずグレシア島の退治依頼をここまでにして、あと最後にね、せっかくなので盾も強化したら買うラウンドシールドより強くなるんだったら、そっちを使ってね、メシノの谷を攻略していきたいなと思うので、強化していきたいと思います。いいね、いいね。お、いいよいいよ。ちなみにレベル3になったら6でしょ。超えるじゃん。やっていきます。さらに10だね、きた。これでこの今つけてるラウンドシールドより防御力もちょっと高いと自分で作ったやつの方が高いのができたので、ひとまず今回はここまでにしたいと思います。次回メシナの谷の攻略に向かっていきたいと思います。バイバーイ。